少年寺は奈良市にある浄土宗の寺院。王子は豊宗宗で築地の内にあった草案が起源と伝わる。任南二年、春の入り、傍長元が日葬して、全道大師の旧跡修南山を新寺にいたり、大師の尊蔵を懇願した。翌年に本に戻り、この寺を再建したという。よって回帰は長元とされる。後に、広瀬郡細井戸村浄土寺の 第三世富誉れが阿弥陀如来を祀り、浄土信仰の寺とした。第二代は誠誉れで、現在は中高から第二十八世と言われる。木辻遊閣内にあったため、閣内将棋志望の際には、引道寺となり、王女浄土のエコーを扱ってきたという。内陣に宮殿寿司があり、中に本尊阿弥陀如来と観音、聖止の両脇寺を祀っている。 左右に全道大司立像と法然座像を安置する。この全道大司像は中国伝来とされ、下半身には金箔が施されていない。昭和49年に修理を行ったが、関英年間改築の胸札があったという、愛禅、明王、図紙入り換気不動明王を祀る。元禄7年9月9日、馬蕉が当時に休憩した際、 菊の能なりならしか万夫とめ行くふったちの句を読んだ。完成五年に、場所を百回期が行われた際、本堂前にこの句の石踏みが建てられ、現在まで残る。本堂前の無縁塔や墓地には、室町時代からの石踏みがいくつか残っているが、中でも重要なものに、無縁塔頂上の大きい板火型六字名号碑がある。これは、慶長19年10月に混流されたもので、 第二代元連者誠誉れ商人の名がある。ありがとうございます。